アルカララレアルは、スペインアンダルシア州派遣県のムニシピオ、派遣県の南西端に位置し、コルドバ県、グラナダ県と県境を接している。アルカララレアルは、グアダルキビール川谷と、ベガスグラナディナスとをつなぐ、軍事上の要所にあたる。この地域の重要性が認識されるのは、ナスル朝支配下にあった中世である。旧石器時代から、アルカララレアルの様々な場所に、 人の定住地があり、新石器時代、同期時代、青銅器時代にも見られた。興味深いことに、この土地はネアンデルタール人が最後まで暮らしていた場所の一つとされている。青銅器時代後期からイベリア人の時代となり、彼らの定住地が現れた。ローマ時代には、セロデラモタ地区が最初のローマ定住地となった痕跡が見られる。これが、 アルカララレアルそのものの発祥と見られている。しかし、ローマの建築物は、古い、イベリア人時代の地層を破壊してしまっている。713年、アラブ人がイベリア半島を征服した。都市は、カラトバニザイド、または簡潔に、アルイコールカラーと解明された。ウマイヤ朝のハカム二世時代、ノルマン人の略奪から領土を守るために、アタラーヤが建てられた。 セロデラモタ地区が現実に軍事適用所として有利になったのは千年頃である。バヌサイード家の講演を受けてアルアンナルスの有力な中心地となっていた。後にコルドバの後ウマイア朝が消滅し、コルドバの大使国から切り離され、アルからはナスル朝の拠点となった。多くの襲撃がハエンやタイカスティーリャ国境に対して行われた。 しかし1341年8月15日、カトリック勢力のアルフォンソ11世軍によって征服された。王はこの時にラレアルの名称を与え、今日まで都市の名として残っている。1432年にはフアン2世が都市の地位を与えた。ナスル朝が滅亡すると、アルカララレアルは戦略的要所の価値を失った。そして住民は徐々に、 斜面のセロデラモタ地区から丘のふもとの平地へ移行していった。このセロデラモタ地区が過疎となっていく過程は、スペイン独立戦争とナポレオンの侵略戦争で終止符が撃たれた。1810年から1812年まで要塞に、いたフランス軍は退却の際に火を放って打ち捨てたので、ある。スペイン内戦の間、アルカララレアル、ロペラ、ポルクナの3つの自治体は、 戦争後期まで安定して、共和国軍側についた県の中で数少ない自治体で、内戦末期に反乱軍側に征服された。農業では、オリーブとサクランボの栽培が盛んである。また羊とヤギを中心に畜産が行われている。その盾、工芸、プラスチック製造、金属加工が行われる。隣接する自治体と比べると、産業成長が非常に低いため、 若者が食を求めて他の都市へ流出する傾向にある。ありがとうございます。